皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。なんだか私の持ち寄るギターを片っ端から紹介していくシリーズみたいな感じになってしまいましたけども、今回はですね、アコースティックギター、こちらまたもや私のとてつもないお気に入りのとてつもなくお気に入りの相棒マーティンのマチコさんを皆様にご紹介させていただこうかなと思っております。マーティンのマチコさんはバーンドド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 ン、マーティンのギターってね、サウンドホールからこうヒール、この部分を除くと機種名が書いてあるんですよ。で、このギター機種名でいくとすると、OOO、アルファベットのね、OOOC1、0000C1 っていう機種らしいんですけども、調べてみてもね、全然同じのが出てこないんだ。0000C1E とかは出てきたりとかするんですけどね、これドンピシャで全く同じのがなかなか出てこなくて、一回ね、調べたことあるんですよ、細かく。で、もう忘れちゃったんですけど。確かね、2000年ちょっとぐらいの時にね、1年2年だけね、少しだけマーティンが作ってたっていう、そんな機種らしいんですよね。なんで言ってみれば、かなり希少機種なんですけれども、まあ別にそのマーティンとしてもそのレアアイテム化したいわけじゃなくて、まあ単純にそんな売る気がなかったというか、そんな作る気がなかったっていう、そんだけの、実験機だったんじゃないかな、みたいな感じがします。で、僕自身もこのギターがね、0000C1が欲しいと思って買ったわけではなく、別にマーティンにこだわりがあるわけではなく、本当中古でね、ちょっと良さそうなのがあったから、あ、これいいなと思って買ったらたまたまこの機種だったって感じなんですけれども、まあもしよければですね、このマーティンの0000C1、マーティンマチコさん、すごくいいギターでございますので、よかったらいろいろと音を聞いていただけたら幸いでございます。音をバリバリと鳴らしながら、思い出話とかもね、ツラツラしていこうと思うので、よかったら最後まで楽しんでいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。思想環境としましては、私の声はこのピンマイクでペッと行きまして、マチコさんの音は目の前にこのズームの H2N というマイクを置きまして、この H2N で MS ステレオというモードで、集音して皆様のもとにお届けさせていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。では、まずは鳴らしてみましょう。もうバチバチに生音でございます。バチバチ生音。こんな感じの音がします。マーティンのマチコさん。でしょう。めちゃめちゃこのきらびやかな感じですよね。こんな感じのサウンドでございます。まあ普通に聴いててなんかめちゃめちゃこのきらびやかさ、その高音成分というかキラギラ感、キラキラ感、ギラギラ感、まあ、そういったものが目指すサウンドなのかなって感じがします。爽やかでしょ。感じのサウンドです。で、このギラギラ感はもちろんそのマチコさんのね、ポテンシャルというかその特性とかもあったりとかするんですけども、結構ね、いろんな要素が絡み合ってまして、まずこの弦はいつも僕はエリクサーのフォスファーブロンズっていう弦をね、好んで使ってるんですけども、このフォスファーブロンズ、とりわけエリクサーはね、ほんと弦だけでもめちゃくちゃこのギラギラするんですよ。このすっごいギラギラするか。で、なおかつ、このナットとサドルとタス、ブリッジピンに関してもタスクっていうね、高音成分が強くなるっていうものに交換したりとかしてます。それもあってね、このきらびやかサウンドっていう感じですね。で、聞いていただければわかると思うんですけども、むちゃくちゃ弦高が低いです。むちゃむちゃ弦高低い。一本一本弾くと、結構人によっては、もうアウト。くらい弦高低いです。こんな感じこういうのとか大丈夫ですか。あの人によってはやめろっていうぐらい気になっちゃうと思うんですけども
まあ僕自身ね、そうやっぱこのハイフレットとかもすごい使うし、そのソロギターとかでその細かいこともするので、やっぱりこうね、指が軟弱なんで、このぐらいの低さじゃないとね、弾けないっていうのも結構あったりとかするんですよね。ハイフレットでこう、あまりこんなハイフレット弾かないけどね。まあ、こんな感じでハイフレットも弾けるぐらいに、まあ、めちゃめちゃ弦高低いよっていう話でございます。うん、もうちょっといける。例えばこう。こうは。ああ、いける。ちょっと待って。いけるか、いけるか、いける、いけないか、いけないか。指が足んない。こんな感じの音です。弾きやすい。このね、強くピッキングした時のこの。こんな感じのね、このね、弦高低い音とか僕はすごく好きなんですよね。なんで、そのサウンドもさながら、まあ弾きやすさとかね、そういったものも含めて、まあ僕の好みに近づけていったってところもあるんですけどね、本当も僕の理想の一本でございまして、こんな感じのサウンドなんですけども、どうでしょうか。まあ人によってはね、アコギに求めるサウンドがさ、例えばそのギブソンのもっとこのブロンズな感じのこの泥臭いというか、稲たいというか、もっともさもさした感じのものが好きっていう感じももちろんいらっしゃると思うんで、そういった方からするとね、もうすごいうるさいと、耳障りということになってしまうかと思うんですけども、まあ、僕はね、今結構伴奏とかで弾くときもそうですし、そのソロギターとかで弾くときもそうですけども、結構そのね、音の飛び、この音が速かったりとか、そういうきらびやかだったりとか、明るいサウンドの方がですね、そういうこのマッチすることが多いので、まあこんな感じのサウンドに仕上げてるって感じですね。まあ中にはそのマイナーの曲、そのメジャーマイナーの中でさ、その暗い曲、あったりとかするんですけども。
ですよね。弾いててとても楽しいんだな。いいでしょいいでしょじゃないか好き勝手弾いといていいでしょうがないか。まあこんな感じのサウンドなわけでございます。どうでしょうか。一応なんかこのサテンフィニッシュっていうのかな、そのトップはコーティングが乗ってない、まあそのむき出しのフィニッシュなんですよ。これもそのサテンフィニッシュっていうんですけども、もともとねもっとこう何ていうのかな、そう曇ってるというか半透明というか艶消しというか、もっとこのスモーキーな感じだったんですけども、まあ私がこうね、いろいろとこう、縛いていくうちに、どんどんこの磨くことになってしまって、まあ今その表面はテカテカなんですけども、もっとこう、もともとは、こうね、砂っぽいというか、艶消しみたいなものでございました。で、そうだな、まあ特徴としてはそうですね、あの、バインディングが、もうベコベコに取れてるとか、一応こっちもですね、もっとバーンって、本当ね、本当引っ張って、このバインディングのところを引っ張って、このぐらいまで行くぐらいですね、バーンってベロベロに剥がれてたんですけども、一応これ止めてもらってるんですよね。で、こっちもまた同じようにこうベローンって言ったんだけどね、一応止めてもらったんだけど、まあこれね、バインディングはですね、多分縮んじゃってるんでしょうね。これダメじゃんって感じなんですけども、もうこのボディに対しても完璧に短くなっちゃってるんで、もうこれはもう絶対ひっつかないと。もう切ったりとかしてですね、なんとかしないと、これ絶対くっつかないって感じですね。だからこっち側も同じように、この隙間がどうしてもこう空いてしまうというですね、これなんとかしてくれるって感じなんですけども。で、他にもですね、この亀裂が、1、2、3、4、4本かな?入っていたりとかですね。あと、こっちにもその亀裂が入ってますね。これあの亀裂です。これ割れたんです。私はこのスラム走行しすぎて、あのトップがへこんだって感じなんですけども、一応後ろからですね補強材もしてあるので今は全然大丈夫なんですけども、そんなのがあったりという感じでございます。でこれがね叩いてもですねなかなかいいサウンドするんですよ。ちょっとスラム奏法でも言ってみましょうか。こんな感じのサウンドなわけでございます。いかがでしょう。結構この叩いてもいい感じでしょ。このローとこのパンの音がなんかいい感じにこうバランス良いというか、
こんな感じのサウンドのわけでございます。いかがでしょうか。まあおそらくむちゃくちゃいじってるからね、この音がいいなと思っていただけたとして、まあデジマートとかですね、普通に J ギターとか中古サイトでこのトリプル C は見つけたとしても、まあ弾いてみてもね、まあ本当にこんな音にはならないと思います。もうちょっと普通のマーティンっぽいっていう言い方がまあ語弊ありますけども、まあ、もっとこの普通の音、こんな、特殊な音ではなく、もっとこの普通の音がするかと思います。ちょっとこの音はですね、本当に特殊というか、ちょっと特殊です。ギターっていう、アコギというこの枠の中に行くとすると、いろいろとこの異端児というか、ちょっとこのアブノーマルというか、人によってはむちゃくちゃこうね、ギターとして NG ですっていう人もいるんじゃないかってぐらいに、とってもこの、異端児。でございますので、まあ、その辺はね、ちょっと心に留めておいていただけたら嬉しい限りなんですけども、まあそんな感じの、サウンドでございます。いかがだったでしょうか。まあね、本当はこのピックアップとかもですね、むちゃくちゃ今、変わっているので、もともとこのトリプル C1 についてたピックアップあるんですけども、サドルというか、アンダーサドルのピエゾですね。それついてたんですけども、もうサドル、もう取っちゃって、で、プリアンプも取っちゃって、結構早い段階からですね、違うピックアップをたくさん模索しているんですが、まあ今のところはですね、LR バックスのアンセムと、あとアーティックの、なんか聴診器みたいな3000円ぐらいで売ってる、なんかこのピエゾ、コンタクトピエゾ、貼り付け型のピエゾがこの後ろぐらいにあるんですけども、その2つで今落ち着いている感じです。アンセムで弦の音を拾って、このアーティックでこのダウンを拾うと。アーティックはもう完璧にこのドスン専用のピックアップだったりとかするんですけども、そんな感じになっております。まあ、その辺のシステムに関してもですね、まあ、またおいおい、なんか解説動画みたいなの作れればなと思っておりますので、もし見たいという方がいらっしゃいましたら、コメントの方にリクエスト書いていただけたら幸いでございます。それではそんな感じで終わりさせていきましょうか。今日もいつも通り、私が自分のギターを弾いて、わーいって言ってるだけの動画だったですけども、いかがだったでしょうか。まあ、もしですね、あんなこともしてほしい、こんなこともしてほしい、リクエスト、ご感想、ご要望、その他もろもろありましたら、ぜひ、ちゃんととか、コメントとかに残していただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それではそんな感じで、今日の動画は、マーティンのマチョさんの、紹介でございました。いかがだったでしょうか。そんな感じで、楽しんでいただけたら幸いでございます。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さようなら、グッバイ、じゃあね。